はいどうも皆さん、今日はですねみんなでバトルやっていきますか。あのね、最近ですねショート動画から来てくれた方っていうのがですねちょいちょい増えてきてくれてるんですよね。皆さん本当どうもありがとうございます。僕の動画って正直みんなでバトルっていうのが多いんですよ。まああんまりショートではみんなでバトルの動画は出してないんですけど、まあ基本的に僕あのみんなでバトルの動画が多いんですよね。まあそこんとこも含めてですねちょっと今後ともよろしくお願いします。それじゃあね早速やっていきますか。ゼルダマルチプレイヤーバーサスなんとか 4P って書いてましたね。まあおそらくリンクになってさ、まあ、4人で戦うみたいな。いやまあ毎回言いますけどね僕このリンクのあれ苦手なんですよ。ごめん爆弾投げたごめんなさい、爆弾投げてしまいましたね。僕は青の土管いきますね。いやこれ見たことあります僕。はい、これ何回もやったことあります僕。いやこれワンチャンあるよ。これまず走っていこうか。走っていってまず爆弾爆発したなるほど。いやいいタイミングで爆発してしまったら、これメンバーで勝てるチャンスだったんだけどな。ちょっとまだ勝てるチャンスあるんで、まあ、やったことあるからまだ勝てるチャンスあると思うんですよ。ちょっと邪魔だな。ザボンだったっけサボン、あどっちだろう。まあどっちでもいいや。ちょっと待って、邪魔だなチョロプーボ。でこのまま上に行く。でここ爆弾でしょ。いやワンチャンあるよ。キノピコが早いのか、一番キノピコが早いのか。このままヒップドロップしていく。でこれ一発で取りたいね。ほっ、いや惜しい。ちょっと待ってここはいむずいちょっと待ってね。ほい、よし来た。でこのまんまドアに入って、キノピコがマジでめっちゃ早いな。ちょっと待って、キノピコ、うわいいとこいる、めっちゃいいとこいるな。よしオッケー、ナイスタイミング。これ爆発するでしょ、いいタイミングで。よし来た、このまま右上。オッケーキノピコ抜いたんじゃない、これキノピコ抜いたんじゃない。キノピコ戸惑ってるよキノピコ。なんであのマリオめっちゃ速いじゃん。あのマリオ、キャーマリオさん素敵みたいな感じでしょ。めっちゃ速いね。このまんま、これ鍵取る、うまいいやこの逆転勝利はなかなかうまい。そして最近ちょっと面白いコメントがあってね、ちょっと言っていいかわかんないんですけど、まあ僕ツイッターとかでさ動画に対するコメントとか、あのツイッターに対するリプ、そして DM とかね動画で使うことがあるんでご了承くださいっていうプロフィールに書いてるんですよ。まあそれがあるからちょっと使ってもいいかって思うんですけど、あのね YouTube のコメントでね、僕と一緒の、ちょっと待って、オッケー、ナイスナイス、いいよこれ、いいよ、ちょっと待って、いいとこ取れたって、これ一番前なのかどうなんだ、オッケー。あ、ごめん、さっきの続きなんですけどね、ニコニコの頃から見てました。まあ僕、初期はずっとニコニコでやってたからね。で、久しぶりに見ましたけど、何も変わってないです。大好きですってね、来たんですよ。まあ YouTube のコメントで。で、まあそこまではね、まあたまにこういう嬉しいことはあるからいいんですけど、とっても嬉しいんですけどね、アイコンがさ、その人のさ、アイコンがね、僕と同じあのピオキングのアイコンなんですよ。いや、めちゃくちゃビビりましたよ。今までこんな人っていなくて、あれ?僕自分で書いたのかなみたいな。いや、そんなわけないって分かってるんですけどね。そんなわけないって分かってるんですけど、いや、相当ビビりましたね。はいはいはい、オッケー。じゃあ、これもうジャンプしていく。これ、ワンチャンあるよ。オッケー。これは、あれか。で、この木の子取っていく。あれ?待って、それブブーじゃん。マジブブーじゃん。ちょっと待って。うっそー、これもう終わったやつじゃん。ちょっとスタートからやり直そうか。下にボム兵出さないけんかったね。これもう負けたかもしれん。きっと負けたと思います、僕。はいはいはい。うわー、チャンスあったんだけどな。この辺で、あ、誰か一人ギブアップした。で、ここで爆弾出すみたいな。爆弾出ねえのかもう出ないのか、マジかよ。じゃあ、他んとこ行こう。もう他んとこ行くしかない。あれ?オンオフができないマジか、終わったこれ。アイテムデラックスバトル、めっちゃ面白そうこのコース名。まあ非常に楽しみですねこのコース。アイテムデラックス、この青の土管に入っていきますね。キノピオだけにこの青の土管入っていきます。よし、それじゃあ始めていこうか。なんか音鳴るの、ピーンピーンピーンみたいなあ、鳴ってるよね。ほらほら、よし、オッケー。どんなアイテムデラックスなの、どんどん抜いていく感じで。よし、じゃあ抜いていこう。一番右が正解だな。え、これはこのままでいい。オッケーで、もう一丁。オッケー、次は、ファイヤーベイね。ファイヤーベイを取って、よし、連打なら負けねえぜ。よし、ここでマリオより速いのか、マリオと同じぐらいか、どっちなんだ。ほっ、いや、これチョビちゃんか、いい、チョビちゃんがいいよ。ほっ、
よし、マリオより速いで、ね、オッケー、よし、いや負ける、なんだこの地味な作業は、めちゃ絵的に地味なんだ。待って、これ左から、ちょ、マリオ上、マリオ上、ほっ、よし、待って、次はリンクか、よし、オッケー。リンクでどんどんこうやって剣でぶっ刺してって、これ一番左に行っておいて次一番右みたいな。あら、どうやって行くのこれ、うわ、マジでわかんない。ええ、なんだこれ、待って、一番右に、あ、どんどん右に行くだけでいいのね。やべえ、相当時間ロスしたわ。待って、キノピコがめっちゃ速い。マリオと勝負してるのはいいんですけど、キノピコがめっちゃ速い。これはここか、オッケーオッケー。で次右左のバレットアヘッド、まあ行くべきは左か、そして右のドアか。右に行きます、僕絶対マリオ投げてくれちゃう、分かってた。みんなどうした、おっとこれは無理だ。なるほどね、あのロケットとどんどんなんていうのかな、池みたいな、うん、池っていうか避けながら池みたいな感じでしょ。こっちでいい、オッケーオッケーオッケー。ごめんルイージ、ごめんよ。ルイージごめんごめん、ルイージ閉じ込めたね。まあそういうこともあるさ。でこのまま赤土管に入っていきます。これはあれ、ちょっと待って、どうする、ちょ、オッケーオッケー、次、キノピコ、キノピコ、ちょっと待って、え、もうゴール、ゴールでしょ、絶対それ、ちょっと待って、どうかして抜けないかな、よし、左、ダメだ、あいみょんがいるじゃん、あいみょんが、あいみょんいるよ、マリオさんだね、あいみょんちゃんは。コインファンインザスカイファン人事、コインを150枚以上取ってからゴールか。じゃあみんなで頑張って集めようね、あいみょん、あいみょんよろしく、マリーゴールド歌ってね、マリーゴールド歌ってくれればいいから、マリーゴールね歌ってくれればもう僕ゴール譲ってあげるから。ちょっと待ってね、これマジでみんなコインちゃんと取っていこう、ね、多分、いや、コイン取っていく前にちょっとゴール、あ、ここにあんのね、オッケーオッケー、まずゴールの場所を確かめたかった。じゃあこのまんま左に行くか、オッケーオッケー。で、下に行きます、ちょっと待って、下に行かして、下に行かして、オッケーオッケー。で、次、左のあの10コイン欲しいね。なるほど、もう150枚集まったのか、オッケーオッケー。どこにいる、どこにいる、ちょっと待って、これ踏めるの、この子踏めるの、この子踏めたっけ、ヒップドロップしてくるでしょ、分かってる、それは分かってるんだ。さあどうする、ほっ、ほいいらない、いらない、いらないって。何やってんだこれは。なあルイージ、もうここまでしたらいいだろ、もうゴールちょうだい、その旗ちょうだいね、こんなんはいいからね、ほい。さあいつ来るルイージ、うわルイージ怖いな、すぐなんか抜かれそう。で右上に2人いるんですよね、マリオとキノピコ。あのね、僕がルイージ取ったら右下から行きます、右下から行って、うおー危ねえ。右下から行きます、僕右下、キノピコの方から行きますね、これは取れるかな、どうだルイージ、ルイージどうだ、ほっ、よし来た。でこれ僕右下から行きます、うわちょっと待って、ルイージこっち来ないで、ルイージこっち来ないで、ちょっと待って、もうゴーゴーゴーラ目の前、ちょっと待って、ほっ、うーわ怖い、これちょっと待ってね、上から行きますね僕、ほい、上から行ってヒップドロップかましてからの行きます、だだだだ。待って、ここダメ、ここはダメ、ここはダメ、ここはダメだって、いや大丈夫、ここ踏まれないもんね、バカめルイージ、いや踏むの、ここ踏むのありなの、ほっ、よし、でこのままゴール、いやー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。